2人に1人はがんになるんですよ。そうですよね。あえて抗がん剤打つかっていうことですよね。でこの前のでこの前あのその船瀬さんも言ってたんですけど、芸能人の方の大滝修二さんっていらっしゃいましたよね。あの方87歳で亡くなってるんですけど、あれはちょっと病院の抗がん剤に殺されたっていうふうに言ってましたね。うん、あのもう87歳だったら手術とか抗がん剤なんてもうする必要ないんですね。もう、うん、寿命でやってあげたらいいのに、それをあえて病院にでね抗がん剤ガンとやるから、で一気に亡くなっちゃったと、体調悪くして。で中村勘三郎さんもそうですよね。あの方だって食道がんになって、かなり西洋のねその抗がん剤とか手術したはずなんですね。だからそれで一気に体力落ちて、で最後は肺炎みたいな状態になって亡くなってるから、うん、だからあれかなり寿命縮められてますよ。まあこんなこと言うとねまた問題かもしれないですけれども、うん、で抗がん剤っていうのはどういうふうにしてやってるか知ってます？抗がん剤ってこれちょっと見にくいですけど、もう完全武装みたいな感じで手袋してこう服着てですね、ちゃんとして、それでもう絶対抗がん剤触れないようにしてやるわけですよ。つまりそれだけの劇薬を僕らっていうか抗がん剤で入れてるわけですよね。そうなんですよ。で実際ね有名な話があって、病院の先生にですね、がんになったら抗がん剤打ちますかって聞いたら、ほぼですね 99% とか 98% の人は抗がん剤しないって言ってるんですね、お医者さんが。でも患者さんにはしてるんですね。だからおかしいですよね。うん、で実際にその抗がん剤っていうのは劇薬なんですけど、もともと一番初めがですね、発症が、毒ガス兵器から始まってるんですね、うん、イペリットっていうですね超猛毒の毒ガス、つまり兵器として使われて戦争なんかで使われてた毒ガスが、その形を変えて抗がん剤になったっていうことですよね。で一番高い今抗がん剤ってどれだけか知ってます？値段1グラムで、1グラムでね、これ僕もう度肝を抜かれたんですけど、1グラムでどれぐらいだと思います？値段当てずっぽうでもいいんでちょっと言ってもらっていいですか？うんうん、100万ね、なかなか。1000万ですか？1グラム、1グラムってわずかですよ。はい、で1グラムですね、100万どころではないんですね。で1000万どころでもないんですね。で1グラムですね、これびっくりしたんですけど、1グラムね、びっくりしていただきたいんですけど、3億ですね、3170万円、一番高額な抗がん剤。前僕聞いたの1グラム8万とか10万って聞いててもびっくりしてたんですけど、もう今ですね一番超高額なのが1グラム3億3170万円です。でこれでじゃあね本当に治るのかって聞いたら、これ超猛毒を打ってるだけなんですよ。つまりがん細胞だけじゃなくて周りの細胞もね死んでますよね。これを原液で打ったら人間が即死ぬ薬ですよ。それを薄めて使ってるわけですから、それは儲かりますし、医療費減らないですよね。これでは40兆円いってます、もういきますけど、医療費減るはずがないですよね。だからそういうので今それが実態なんですね。でもっととんでもない事実を言うとですね、皆さんは知ってるかもしれないですけど、がん治療、じゃあね、僕ねもうここまで言ってる以上ですね、もし僕ががんになったらもう病院の治療多分受けない、抗がん剤とか一切しないと思います。いくら言われてももう自然でね、寿命あとは待ちますんで、うん、それで死ぬんだったら死ぬでいいというぐらい。だって猛毒入れるの嫌ですよね、考えてみたら。でもそれ知らない人いっぱいいますよね。抗がん剤はやっぱがんを治してくれるもんだって思って頑張ってね、毛が抜けてもですね打つ人っているんですよ。で昨日も名古屋行った時に白血病の方が来てて、しかも女の子で、しかも若いんですよ。もう20代そこそこの女の子が白血病で、来られてる、うん、で、髪こう長くありましたけど、あれカツラだと思うんですね、うん、もうカツラで多分抗がん剤やってると思うんですよね。だからそう考えるとですね、あれですけども、がん治療を受けた人と受けない人のね、その後を
これ実際調べてる人がいるんですね。がん治療を受けた人は余命どれぐらいかっていうことをね。そうするとですね、平均余命っていうのが大体出てですね、がん治療をした人、そしてしない人、どっちが長かったと思います？これよく覚えておいてほしいんですけど、だから皆さんがもしもうそういうね、やむなくがんになったと仮定した場合、選択迫られるわけですよ。もう病院の治療を素直に受けるか、それをまあちょっとやめてね、もう自然でいくか、まあそうなんですよね。でがん治療を受けた人の平均余命って大体3年なんですね。平均ですけどね、まあ、それより長い人も短い人ももちろんいますけど、大体平均すると3年ぐらい。じゃあしない人はどんだけかだったかっていうと、これがですね、ちょっと僕もこれまでびっくりしたんですけど、本当かなって思ったんですけど、まあ、その船津さんが調べて、そういう研究があったと。でそれで12年6ヶ月なんですよ、してない人は。はい、つまり、一生懸命治療したより人よりもほったらかしにしてた人の方が、まあ、逆に極端に言うとね、長生きしてたと。だからこれ4倍ですよ、4倍長生きしてる、うん、って考えたら、やっぱりその下手に、ね、集中して抗がん剤とか投与しない方がいいかもしれないですね。みんなの芸能人の方って見てると抗がん剤ね、結局最高の治療を受けさせても亡くなってますよね。あの逸見正孝さんでしたっけ、あの方だってかなり頑張って治療を受けたけど、結局あれ寿命縮めてますよね、結果的には。だからそういう意味で、治療を受けるのがいいのかどうかっていうことですよね。だから我々は、まあ、結論に入っていきますと、本来の治療に戻さないといけないということですね。がん治療っていうのはあくまであのかなり不自然な、だから毒物を入れてるわけですから、あの自然であるはずがないですよね。